よし、それじゃあ今日もマルコステレでやっていくんですけども、今日はついにバルッタに侵入していくってところですね。えー、っと、裏でちょっとだけ作業をしまして、えー、っと、頑張りゲージが1個増えておりますと。で、あとは、鍋の蓋が壊れかけてるのを1個捨てて新品に変えてきたってのと、ボコ弓を持ってきました。一応ね、多分電気のやつ買わないと入れないと思うんで、ここはまあ、 パート1でも節電した通り、特例として電気の矢を使うっていう形になるかと思います。で、あとは料理をいっぱい作ってきました。まあ、HP 上限をね、解放、解放というか、上回る回復は禁止なんで、MAX 系はね、こうやって直火焼きにしてきたりしてきましたね。まあ、直火焼きにすることによってね、上限以上に回復することのない回復アイテムが作ることができるので、こんな感じにしていますと。よし、やっていくぞー。この人、指導おじか。<laughs> 一瞬名前忘れたわ。指導おじ。でかいな。 バイブあるねこんなおっきいんだ。この、この人たちって。何族だっけ何族か忘れちゃった。おお、来たな、リンク。待ちわびていたぞ。キラーン。相変わらず、はっ、キラキラ。ゾーラの夜。あー、そっか。しまった。来てねえや、まだ。グーッジョブだ。さすがは、リンク。さあ、水の心情を沈めに行くぞ。それ。<laughs> ちょっと待ってくれ。よく見たらゾーラの夜を着てないじゃないか。あー、ちゃんとこういうの言ってくれるんだ。へーへー。これ見れてよかったわ。来ます。 よし、今度こそ。連れてってくれ、俺を。おう、来たな、リンク。待ちわびていたぞ。キラーン <laughs>。また、さっきの会話を聞くことになるのか。ゾーラの鎧と電気の矢の準備はできたか準備しましたと。グッドジョブだ。さすがはリンク。さあ、水の真珠を沈めに行くぞ。オッケー。それ。ちなみに、これさ電気の矢全部使い切ったらどうなるんだろうね。水の真珠の背中を見てくれ。背中 あーあそこに電気の矢を当てろってやつねピンクに光る装置が見えるだろあれを電気の矢でいるんだ君にはゾーラの鎧に宿る滝登りの力がある俺が君を真珠のそばまで連れて行くそこから滝そこの滝から、ね、飛んで狙うんだぞ君ならやれる俺は信じてるぞさあ背中に乗ってくれオッケーいい返事だぞよし来いゾーラ族だそうだ思い出したよし行くぞ元気いいなやっぱり指導士 水の中なら誰にも負けんぞ。いいね。そういう誰にも負けないっていうのが一つあるのってすごくいいよね <laughs>。急になんか深い話し始めたけど、この人。読み損ねた。俺は全速力で突っ走る。チャンスと見たらルッタの滝に突っ込むぞ。オッケー。バ・ルッタは古代の不思議な力を使ってくる。なるほどね。あれだよね。氷のようなブロックも古代エネルギーらしい。最初は君に任せたぞ。オッケー。ヒント遅れているね。真珠・バ・ルッタと。さあ、とりあえずアイスメーカーを使って、えー。 至近距離に入ってきたところを破壊していきますと。オッケーオッケー。スプラトゥーンで鍛えた。エイム力で。まあ、そんなにやってないんだけどね、スプラトゥーン。で、えー、一旦登って、電気の矢でいらなきゃいけないんですけど、パラセールを開き、えー、リモコン爆弾を真上から、ひょいと落としてみる。と、あー、効かないか。これ効かない効かないっぽい感じかな。 絶対食らってるもんね、今の。いった。食らってないな。これ電気のやつ使わないとダメか。さすがにダメっぽい。ボコ弓使えます。ちょっと待て。どこにいる助けてくれ、指導時。ごめん。めっちゃ思いっきり食らった一旦回復しよう。OK、回復して。えー、じゃあまあ次から電気のやつ使っていくわ。ちょっと試したけど無理そう。まあさすがにね、電気っていうギミックをないがないとダメなんだろうな。多分なんか、電気の剣とかだったらいけるのかもしれないけど、剣はどっちみち使えないし。 弓使うしかないねこれえー、っと待って装備してないわとりあえず装備して装備してさあ久々の弓だぞこうかこうしてこうあ当たったオッケーでこっちも当てちゃおうはいはいオッケーいいね最高だ拾ってくれスタミナないよオッケーいやー珍,珍しいというかい世にも珍しい回だなマジでそう来る待って待って,て危ない危ない,危ない なるほどね。まあでもこれ、あれだよね。多分、アイスメーカー作って、こう、当てちゃってもいいんだよね。そうそうそう。そう確かそんな方法もあったよな。うん、OK。これでもいい、ね、で、まあ次で終わりだね、でも。ここで飛び上がればもう終われるはず。まあ楽勝だね、さすがに。こんなところで指使うまでもないっていう感じだけど、指使わないとギミックの突破ができないもんね。さあ、えーと、ちょっと真ん中ら辺に近づいて撃つか。よいしょ。はい。 待って危ないうまい当たったか当たったね、オッケー。よーし、これで突破だね。おお最高だぞ <laughs> なんか、あれみたいだな。なんだっけディズニーの亀。亀。亀のアトラクションあるじゃん。なんだったっけ忘れたわ。タートルトークの亀さん。なんていう亀だったっけあれ。え、全然思い出せない。 どうするまあいいや。見ろリンク。ルッタの法水が弱くなったぞ。いいな。俺の鼻水もこんな感じで弱めてくんないかな。ルッタが浮上するぞ。君の目的は中に入ることだろう。うそうです。そばまで寄せるぞ。うまくやってくれ。任された。まあルッタ、ルッタ、比較的ギミック簡単な方だったような気がするしまあ、サクッと終われるんじゃないか。まあできればこのパートでルッタの攻略を終わらせて、次回。 カースガの線みたいなのがベストだけどうどういたしましてまいいね晴れたね天気いいよいいここうそうですこっからこのルッターをね取り返さないといけないからありがとう,っう待っててくれて <laughs> 会話できたな今 あ閉じちゃうバイバイまたね閉じちゃうっていうか浮上するのかオッケー。よーし任せろミファーを救い出す救い出すっていうかもう死んじゃってるけどミファーの魂は解放するからリンク君は最高だ。た <laughs> メなのに熱い男だなさあそんなわけでまた放水が始まってるね 起動しまして今回はミファーが喋ってくれるんじゃないかワープシェーンとしてこの場所をマップに登録しますとオ<ン>さあきたこの声を聞くだけでねもう涙腺が緩むよね そうその奥にあるのね。なるほど。簡単だね。アイスメーカーでグイッと開ければいいだ,いいだけっぽい。OK ーー。こんなのもう楽勝よ。とりあえずゾーラの鎧はもう。 一旦いいららなさそうだから脱いじゃって目、えー、玉は破壊して自爆しないように気をつけながら目、まあ、玉破壊するまでもないんだろうけど。で、目はなに、なに、いるんだけどなんか。はい。はい。完璧。うますぎる。てか体力低いね。さすがにね、これ多分最初に来るように設定されてる場所だろうから、おそらくね。まあ別にどこから行ってもいいんだけど。 まあ、比較的最初に来る人が多いだろうなと思って設計されてるであろう、真珠だから。あ、足りてない距離。ちょっと待って、邪魔邪魔邪魔。よいしょ。こう持ち上げまして、誘導席にたどり着くと。オッケー。お、びしょびしょ。これね、ゼルダの細かいところだよね。こうやって、水に濡れたりすると足音も変わるからね。なんか、ピチャ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 って言うんだよね、ちゃんと。細かいよな 動物の森とかもそうだよね。集まる動物の森とかも水辺だと足音変わったり石の上とかだとカツカツ言ったりいろいろ靴によっても変わるもんね。任天堂の細かいところだよね。さあ、そしてはいうん。 任せろ4つだろ頑張,って頑張りまーすというわけでえー、っとどれが一番近いかなまずは一旦やってないギミックをやっていこうもう RTA かのようなテンポでやっていくからねとりあえずこれ回すよ回してはい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 オッケーまず1個目 <laughs> マジ RTA 並みの速度でやっていくもうね言うてもこのゲーム何周目かだからいけるでしょ あ、5個か、合計で。あ、ごめん、ミファーの喋りをカットしてしまった。ミファーの喋りだけはちゃんと聞きたいのに。で、ここがあれだね、戦闘の場所だね。で、えーっと、とりあえず外に出ようか。外に出ると多分、メンタマが何個かあったような気がするんだけど、えーっと、警戒しながら行くか。えー、一旦ね、丸、丸のリモコン爆弾を持ちながら。あ、ないか、メンタマ。いや、でも敵はいるね。おいおいおい、100じゃん、こいつ。体力。待って待て待て待て。待って待って うんビタロック。一旦ビタロックしまして、えー、落ち着いて、脱つ置いて、起爆。オッケー。で、えー、っと、まあ、こいつはそんなに大したことないから。オッケー。痛い自分の爆弾食らうのが一番ダメだって。ダサすぎる。え当たってないし。回復されちゃうよ。まずまぜまず,いまずいオッケー。いやー、マジでさ。<laughs> 自分の爆風食らうのだけやめよう。ちゃんと。ちゃんとしよう。 で、そしたら、これはあー、なるほどね。これ、あれだ。えーっと、この、縫製をとりあえず止めて。止めて止めたらもういけるのか。OK、いけるね。さ、え、待って。起動できない。え、起動できないのこれ。できそうじゃん。くそ。さすがにこれはいけるでしょ。OK、よかった。<laughs> あんまりに斜めすぎるといけないんだね。オッケー OK、OK。よし。これで2個目だね。あと3つ。 お前なならやれるるるるでででききき諦めんなよ、まあ、そしたら一旦上,上上がろうか。で、あるね、目ん玉が。このンタマをちゃんと破壊していって、オッケー、うまい。目ん玉破壊して、ここら辺を一掃して、綺麗になったところをちゃんと通っていくと。で、えー、これは、放水をしなきゃいけないんだよね。てっぺんかなてっぺん一旦てっぺんにしてみるか。まあ、てっぺんで良さそうな気はするけど、どうなんだろう。 でビタロックで止められるのがどれだアマットこの移動する石だね。OK? てっぺんで良さそうだね。うん、OK。で、この玉がこの手前側に落ちてるときはこの檻が開くんだよ。そう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 、そんなんだった。で、宝箱もまあ開けたいから、うーん、どうしようかね。宝箱の石はあれは、 ちゃんどっちも動くのかどっちも動くね。うーん、どうしたもんか。とりあえず一旦弾止めておいて、えー、止めとけば、とりあえず、この後、これを起動できるはずだから、ちょっと待って。待って、間に合い間に合い間に合い。ちょっと待って、入っておこう。入っておいて、入っておく。もう自ら閉まりに行く。あ、起動したらちゃんと開けてくれるんだ。それ助かるね。あー、あと2個。 あと少し。頑張ります。で、宝箱も開けたいんだよ。まあ、でも宝箱もビタロックでいいな。反対側だけ止めておいて。OK。こうすればいい。いいね。完璧だ。中身は何ですか足で開けるな、足で。古代のコアか。まあ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 。あって、損はない。そしたら次は、えーと、ちょっと、放水の角度を変えて、多分反対回しにしないとダメなんだよな、これを。で、 えーっと、その後反対側から乗っていくんだったよな、多分な。うん、そうだ。あっちの回転をもう一回動かして、これに乗って、こっちからさらに向こう側に乗るっていう感じなんだけど、うわーぐちゃぐちゃだ。ぐちゃぐちゃの方に来ちゃった。で、この放水ってどう,どうなるんだろうくら、食らうのかな何か。何か、体、なんか変なことになる あ、別になんない。え、こんなとこからの放水絶対やばいのにな。さあ、敵が出てきましたけども、槍か。槍ちょっとだるいな。まあでも、大したことはないだろう。こうして、ヒ,ヒットアウェイで、行けば倒せるはず。オッケーオッケーオッケー全然、大したことない痛いあ、でも0.5しか食らってない。0.5っていう言い方が果たして合ってるのかわからないけど、大して食らわないね。オッケー。ちょっと古代系くださいな。よしよしよし。 で、このスイッチがあれか、嫌ね。開けるスイッチだったっけ。あ、違う。滝が出てきた。これなんだこれなんだっけあれこんなんあったっけ一回降りてみるか。あれこんなんあったっけ思い出せねえや。一旦降りて、何か、宝箱があるから、それを拾っておいて、これ何武器系はいらないよ。あ、ボコ読みしてんの忘れてた。危ねえ。ちゃんと捨てなきゃ。<laughs> ちゃんとね、ちゃんと捨てないとダメだから。はい、捨てますと。オッケー。で、 えーっと、これは何だこれがあるから何なんだまあ、一旦滝登りするか。まあ、滝登りで上に行き,、ま、行きやすくなったよっていうやつだろうな。あ、なるほどね。ここに行くためか。はあ、はあはあははあ、はで、宝箱も開けまして、何が出る騎士の槍。いらん。全然いらん。あとはえー、っと、あの火を消さなきゃいけないんだけど、火を消すには、あそこの上の窓みたいなのを開けなきゃならないんだよ。 開け方がわかんねえんだよな。まあリーバルトルネード使えば比較的楽に攻略ができちゃうんだけど、なんかそれはズルな感じするし、使わずに行きたいな。あ、こっちか。普通にこの先に道があったか。で、この先に、あ、そっか。なるほどね。このまま鼻を一回垂らして、鼻、えー、の先に乗った状態でもう一回鼻を持ち上げるんだ。そんなことしたわ、確かに。懐かしい。 で、鼻の先に宝箱もあるから、それも一応取っておきたい。これ、こ,これ、これ、これ。うわーあー踏んじゃった。で、この宝箱は、ダイヤモンドとか、ください。シャフトか。まあ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 、別に。あって、困るもんではないと、オッケー。しまったな、でもこっち来ちゃった。え、待って、お前体力、1じゃないのえー、まあこっち来ておくか、一応。これで倒せたと。素材とか落ちないよね。落ちないね。 これでもどうやって上ま、あいっか、ここで。ここで一旦、えー、鼻をまた上に上げて、まあ、これぐらいでいいか。で、ちょっと宝箱に体を引っ掛けながら、上がっていきますと。で、そしたら、上に行けるようになって、ちょっと待って、足元大丈夫やばいやばいやばい。ちょっと待って、かがもう、一旦。<laughs> 宝箱に足を引っ掛けながら、かがんで、で、まあ、あぶねなんか落ちちゃった。さすがに、あんな、 反り返ってるところに入れないかでこ,こ,が開くんだよここを開ける方法がどっかにあるはず。ここから落ちていけばいいのか、一旦。よいしょ。OK、ここに到着できましたと。あ、これだ。これこれこれ。これで開けれるけども、一旦目を壊しておくか。ちょっと近いな。OK。うまい。いいね。そしたら、マグネキャッチで。ぐる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 。どっちもあるし。うわ、なんか出てきてるんだけど。お前、体力しかも1じゃないの。 いつも1じゃんなんなで、まあ、1じゃないんだよでもう一回グルコサミンして下手がや育ちのグルコサミン今の子これ知ってんのか知らないかもなまあいいや別に今の子が見てるとも限らないしなえでえー、ちょっと鼻を下げましてどこぐらいだこれでもいったでしょうまいんじゃない ?OK! ジュワー,ー,ーっとえ1個下げすぎたかもう1個上か もう2個ぐらい上か。どうもう1個上だね。ここか。OK! これで消火して制御端末を起動できますと。いいね。その水、熱そう。熱湯じゃない大丈夫。<laughs> こんなに燃え盛ってたんだよ。今の、今まで。これで全部かあと1個かシーカス損確認しました。あ,あと1個。あれどこにあるあったっけ もうちょっと。あ、鼻先にもあんのか。そっか。鼻先ってこっから行けば届くかさっき宝箱に目がくらんだけど、こう行けば届くね。オッケーオッケーオッケー。で、おあつらえ向きに着地してくださいと言わんばかりの足場があるから、このまま、えーっと、高さを多分最大にすればいいのかな。で、えー、うまくね、こう角度を見ながら、こんな感じで渡っていくと。あこれが鼻水の、鼻の穴か。 俺の鼻の穴もきっとこんな感じなんだろうな。いや、もっと汚ねえだろうな、きっと人の鼻の穴。<laughs> 何の話をしてるんだ人の鼻の穴の話をしてるのめちゃめちゃどうでもいいんだけど。なんか、リンクから滴る水がちょっと鼻水に見えて汚く思えてきたんだけど。OK。よし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 。 いいね。サクサクだったね。てか。ね、<laughs> 不穏だね。不穏なことを告げられたけど。まあ、サクサクで来れたね。てか、めちゃめちゃ景色よくないここからの景色って多分もう見られないよね。ちょっと待って待って。もうちょっと下げて。もうちょっと下げて。ここからの景色をちょっと眺めたい。まあね、もう今回はここまでで終わりになるから、ちょっと景色眺めながら終わろうか。 メインセール端末のところまで行くのは、まあ、次回でいいから。一旦ここで終わろう。すごいね。めっちゃ景色いいじゃん。見てこれ、ほら。ちょっと、写真撮っとこう。うわあ、え、めっちゃいい。なんかでも、ミニチュア感あるよね。こういう手前だけピンと合ってて、奥がボケてるとさ。いいな。なんか、ポートレート、こういうの写真撮りて。すごくいい。うわあ、デスクトップとかこういうのにしたいわ。<laughs> <laughs> 何の話めちゃめちゃどうでもいい話するじゃん。いるかなシドとか。あそこは俺らが来たところ違うな。あそこの港じゃない。港っていうか、こっちだな。シドいるかないないな。帰ったのかあれはどこだあ、ここだ。あー、さすがに人は見えねえな。まあ、そんな感じで、今回はここまでで終わりたいと思います。次回、えー。 水のカースガノンだったっけ名前忘れたけど。あいつを討伐しに行きたいと思います。めっちゃいい景色。ご視聴ありがとうございました。また、次回。ちょっと待てよ。なんかあるぞ。ここら辺もなんかあんのか。ここあんま知らなかったかもな。えーっと、とりあえずコメンタム破壊すると、何が出てくるこれ何 何がある何もないんかい。おじゃ反対側行けばよかった。うわ、こっから向こう行くのめっちゃ難しくないていか、無理か。いや、行ける。うわダメでした。<laughs> ちょっと <laughs>、宝箱の階層までしか行けなかったけど、こっから行ける無理だな。多分無理だよな。届かなくない届かない気がする。届かない気がするけど、いや、待って、ここに届けばなんとかなる。ここに届けばなんとかなるはず。行けるか 止めオッケーなんとか届いたわ。これ何この宝箱俺開けたことないかもしれない。あ、全然いらなかったわ。ちょっとも欲しくなかった。まあそんな感じかな。<laughs> さっき終わっちゃ、さっき終わったはずなのになんかちょっと続いちゃったけど、本当に終わります。バイバイ。あ、もう一個宝箱あったからこれもやっておくわ、ついでに。これ何めっちゃすごい角度で開けてるけど <laughs>。 炎の矢全然いらなかったわ今度こそ終わりますバイバイ